アルフォンソでボルボン・イ・ダンピエレは、スペインの王室、ボルボン家の人物。カディス公爵。政党王,王党派によって、フランス王アルフォンス二世とされた。スペイン国王アルフォンソ十三世の次男聖ゴビア号、ハイメと、フランス貴族出身のエマニュエルとダンピエールの、長男として、ローマで生まれた。父ハイメが、スペインを追い継承権を放棄していたことと、母エマニュエルが、 王家の子孫ではなかったことから、祖父のアルフォンソ十三世はこの孫を、スペインを多い継承権者とは考えなかった。1941年にアルフォンソは、家族と共に、スイスのローザンヌへ移り住んだ。1950年、父ハイメから、ブルボン公の称号を贈られた。フランシスコ・フランコは1960年代の一時期、アルフォンソを、 自身の後継者にすることも考えていたが、1969年にアルフォンソの重帝にあたるフアンカルロスを後継者に指名した。アルフォンソは同年にスウェーデン駐在大使に任命され、1973年まで在任した。大使在任中の1972年、マドリードのエルプラド宮殿でフランコの孫にあたるマリアデルカルメンモルチネスボルディウィ、 フランコと結婚した。二人の間には以下の二男が生まれたが、1982年に離婚している。結婚と同じ年に、アルフォンソはフランコからカディスコ及び殿下の称号を贈られた。1975年に父ハイメが没すると、アルフォンソはレジティミストによってフランス王位の継承者と認められ、安住公の儀礼称号を用いた。 1989年、アメリカ合衆国コロラド州のビーバークリークにおいて、スキー事故により52歳で死去した。長男のフランシスコは1984年に、交通事故により11歳で創生していたため、次男のルイス・アルフォンソが後継者となった。ありがとうございます。